今回のドッグ撮影会では嬉しいことに満席をいただき、たくさんのワンちゃん、飼い主さんにお会いすることができました。ラレヌペットオリジナルのドレスとタキシードはオーダースーツを専門で行うピアーズ様よりお借りいたしました。撮影場所はラレンヌの1階にて、ラレンヌではアンティーク家具などが多くお写真映えがします。初めての場所で緊張しているワンちゃんや興奮しているワンちゃんも多かったですが、とても楽しく撮影させていただきました。どのワンちゃんも可愛らしく、撮影しながらも癒される2日間でした。こちらのお客様は男の子のチワワと女の子のチワワ2匹で撮影に参加してくれました。ブラウンの毛色がベージュのタキシードにとってもお似合いで、すごくかっこよかったです。ピアーズさんのドッグタキシードは生地も上質でスタイルもよく見えます。メインはご新郎様のオーダースーツの作成となり、お客様のご希望でお揃いのドッグタキシードを作ってくださるそうです。詳細欄にホームページとインスタグラムの URL も載せておりますので、気になった方は覗いてみてください。ドレスもとってもお似合いでした。一番華やかなボリュームドレスを選んでくださり、チワワちゃんの小柄な感じがより可愛らしく見えますね。ペロッと出た舌が随時可愛かったです。こちらのお客様もフリルのたくさんついたドレスを選んでくださいました。こちらのドレスのデザインが今回は一番人気でした。ポメラニアンとトイプードルのミックスとのことで、ふわふわのフォルムにフリフリのドレスがとっても似合っていました。今回の撮影会のご感想もいただけましたのでご覧ください。今日のドレスはいかがでしたでしょうか。本当に綺麗綺麗の一言です。ありがとうございます。でもすごい似合ってましたね。そうですね、すごい。でも全部綺麗なので、選ぶのに迷いました。ありがとうございます。撮影は体験されていかがでしたでしょうか。あ、全然スムーズで、特に不満も何もなく。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらはタッキングを施したふわっとしたスカートが特徴のドレスです。白に真っ赤な刺繍がポイントで、白い毛色とお耳のグラデーションカラーがポイントのワンちゃんにとっても似合い、なかなか着慣れないドレスに緊張している様子でしたが、頑張ってくれました。こちらのお客様はラレンヌで開催しているドレス試着会にもたくさんご参加しているお客様で、今回のドッグ撮影会のお話をした際にいち早くお申し込みをしてくださり、楽しみにしてくださっていました。今回はお散歩仲間のご友人様とワンちゃんもご一緒に、ヨーキーならではのさらりとした毛並みが上品で小柄なお体にふわふわドレスがとっても可愛い。ラレンヌペットのオリジナルドレスは 2way で使用できるのも特徴で、ロングトレーンを外すとミニドレスに、コンパクト感がたまりませんね。ご一緒に参加してくださったご友人様の愛犬はイタグレ、私はイタリアングレイハウンドというワンちゃんを初めて見たのですが、とっても綺麗、足も長く、胴もお顔もスラッと、そんな美人なワンちゃんに合わせて選んだのはネイビーのドレス、姿勢も良くてとても気品あるお写真になりました。そんなお二人からもご感想をいただいております。ドレスはそれぞれいかがでしたでしょうか。どうぞお先に。可愛かったです。とにかくね、すごい可愛い。ティアドのね、可愛かったマフィンちゃんのお似合いで、すごい。でもね、ギノドレスもお似合いでしたね。はい、本当にお綺麗な美人さんでした。ありがとうございます。楽しかったです。ね、ご満足いただけましたか。はい。Thank you.